柿崎川ダムは、新潟県上越市柿崎区、二級河川、柿崎川、水系柿崎川に建設されたダム。高さ54メートルのロックフィルダムで、洪水調節、不特定利水、上水道を目的とする、新潟県営の多目的ダムである。ダム湖の名は柿崎湖という。新潟県の西部に位置する上越地方では、水道水源として、地下水を頼るところが大きく、 今後の人口増加を鑑み、大規模なダムを建設し水源を確保することを計画。1970年代より柿崎川ダムと小善寺ダムについて事業が進められた。1973年4月、柿崎川ダム建設に向け予備調査を実施。1976年4月に柿崎川、総合開発事業として本格的な実施計画調査を行い、 1984年4月に事業が採択を見せる。同時期に事業が進められた小泉寺ダムは、柿崎川ダムよりも2年早く1971年に予備調査が始まり、1980年に着工、1984年12月に完成した。続いて柿崎川ダム本体工事は1989年12月に着工し、 ダム本体盛り立て工事を1996年8月より開始した。ダム建設にあたって、デーガンを主体とする基礎地盤の風化現象が問題視され、ダムの安全性を確かめるため3年間という長期間にわたる現場実証試験が進められた。社団法人全日本建設技術協会はこれを評価し、 柿崎川総合開発事業は木の川大関、建設事業ほか6事業とともに平成15年度前検証、河川部門を受賞している。その間、1991年12月には柿崎川の水利権を獲得。ダム本体盛り立て工事も2001年9月に完了し、2002年10月より試験淡水を開始。 2003年10月22日に竣工式を迎えた。事業費は403億円。柿崎川は上越市と柏崎市との境にそびえる米山を水源とし、上越市柿崎湖を流れに本海に注いでいる。柿崎川ダムはその上流部に建設された。北陸自動車道柿崎インターチェンジを出てすぐ、朝日町交差点を右折し、 新潟県道25号柿崎小国線を柿崎川上流に向かって進む。途中には何カ所か柿崎川ダムへ繋がる道しるべがある。平坦な田園地帯を過ぎると間もなく巨大な柿崎川ダムの停滞が姿を現す。柿崎川ダム湖には柿崎湖という名が与えられ、周辺には車道や散策路、駐車場を整備。ダム、包みいただきも、 歩道として開放されている。ダム岸にある逆台形の建物はダム管理事務所で柿崎川ダム所限表や周辺の案内地図が掲載されている。洪水破棄のある左岸川やその都市口であるダム直下にも駐車場があり、包み町長400メートルという横長のダムを真下から見渡すことができる。柿崎区上中山には 上越市合水道局の柿崎川浄水場があり、2.54ヘクタールの敷地についた地あたり2万千トンの水を浄水処理できる設備を備えている。柿崎川ダムの水は導水管を通じて、ここまで送水され、上越市や三郷市方面に浄水浄水を供給している。小前寺ダムより取水し供給している小前寺浄水場と合わせ、 上越地方の重要な給水設備である。ありがとうございます。